い、皆さんこんにちは、トリスーでーす。今日は石垣島の素敵な海に来ています。プライベートビーチです。いや、本当に我々しかいない海で、こんなに綺麗な景色を独り占めしながらですね、今日は大会の振り返りをやっていきたいと思います。はい、乾杯。はい、改めまして今回の FWJ 沖縄大会の応援ありがとうございました。無事に優勝できて、本当に一言、めちゃくちゃほっとしました。まあ本当にこうして SNS や YouTube で発信させていただいてると、会場についても見てますとか、お声掛けいただいてたりして、もう底辺 YouTuber なりに、コツコツ発信していたものを見ていただいて本当に嬉しいなと、ありがたいなって思う反面、絶対に負けられないっていうプレッシャーがあったのも事実なんで、それをちゃんと結果を見せることができて本当に良かったっていう気持ちでいっぱいです。はい、で大会の振り返りなんですけど、まあ、今回良かったこととしては、まあ、きちんとバルクアップができた。あとポージングも結構練習してかなり改善できているんじゃないかなとは思ってます。で、反省すべきとこは、本当に、まだまだ、体の全体のボリュームも、プロ選手とかにはかなわないので、本当に時間をかけて、しっかり体を作り上げて、絞り切るっていうのをね、またやっていきたいなと思ってます。で、今回一番、勉強になったのは、この、減量期間を少なく見積もりすぎていたっていうのがあるんですね。で、私普段、減量1ヶ月とかで、今回1ヶ月と20日、過去4回大会に出ていて、実は最長なんですよ。これまでの私の3回の大会って、あまりバルクアップできてなかったんですね。あまり脂肪を乗せていない状態から絞っていったんで、1ヶ月でもストンって落ちていったんですけど、今回はきちんとバルクアップを行っていたので、筋肉も脂肪もつけたところからの1ヶ月と20日だったので、すごく誤算があったなとは思います。まあ、結果絞れて、ちゃんとカットとか出てたので、まあ、それは良かったんですけど、やっぱ最後の10日間でマイナス4キロくらい落としたんで、まあ、体的にやっぱちょっと負担のある減量だったのかなっていうのと、もうちょっと余裕を持って仕上げられてれば、水抜き、塩抜き、今回2日間やってたんですけど、まあ、あんなにハードに水、塩抜くっていうのをしなくても良かったのかなとは思ってます。ただ今回の減量で過去にやったことないことを今回もいろいろやらせていただいて、それはすごいいい経験になりました。一つが最初のファスティングですね。3日間何も食べずに水と塩と MCT オイルを取るファスティングをしてたんですけど、あれはね、とっても良かったですね。やっぱり体質改善にもなっていますし、グリコーゲンがストンと抜けて、そっからケトジェニックダイエットにすごい入りやすかったので、またこれは次回の減量も取り入れたいなと思ってます。まあ、ファスティングね、ボディービルダーとか、そういった系では筋肉が落ちるとか、結構言われる節はあるんですけど、全く私はそんな感じしなかったですし、本当に腸内環境を整って、体が綺麗な状態で絞り上げられたっていうのはすごく良かったなと思ってます。で、あとは、ケトジェニック、ローファットでのこのタンパク質の割合を変えたりだとか、あと、切り替え結構短期間のスパンでやってたんで、まあそういったのもすごく私としてはいい経験になりました。同じ PFC バランスだとかカロリー設定でも食材によって体重が落ちるものと落ちないものもあったりして、まあ今回私ローファットに関しては芋がかなり体に合っていて、毎日炭水化物を芋で取るっていうのをやってみたんですけど、あれもね、すごく利尿作用が高くって、排出されるエネルギーがすごく強かったので、次回落ちなかった時とかは、そういったのもやっていこうかなと思ってます。本当に、まあ、今回の減量も、過去3回の減量も、やり方は全く違いますし、まだまだ次の大会に関しても、自分の中でいろんな仮説検証をやっていて、どれが自分に合ってるのかっていうのを試しているフェーズなので、次回の減量もしっかりとテーマを決めて仮説検証しながらやっていきたいなと思ってます。で、次のコンテストが11月23、20、25かなのアマチュアオリンピアになるんですね。
今回ジャッジの方からフィードバックで、その11月後半の大会前に一回この仕上がりを確認する意味で他の大会に出てみてはどうですかとアドバイスいただいたんで、ちょっとね10月あたりに自分の仕上がりチェックするためにもどっかの大会出ようかなと思ってます。まだ決めてないんですけど、なんとしてもアマチュアオリンピアのステージでプロカード争いに食い込めるように頑張っていきたいので、ほんとねそれまでにやれることは全てやって挑戦していきたいと思ってますので、また引き続き出る大会とかも決まったら YouTube でご報告させてください。はい、ということで本当に今回優勝できて皆さんに応援いただいて本当に感謝しています。本当にありがとうございました。またプロカード目指しての戦い引き続き頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。